伊勢湾は一望できるんですね。へえ。今日中に伊賀郡の上野町を見る。無理だよね。あっちの方はね、その別に行きたくないわけじゃなくてね、あの伊賀鉄道にちょっと行きたいところもあるんでね、ちょっと企画は考えてるんで、ただね、やるにはね、こんな時間からライト行くにはちょっとね、結構家族崩れるかなんかも使われてる地元では、まあ広いですしね。なるほどな。新商店すごい商品の仕方がね。よいしょ。ああ、言うて結構高低差あったからな。いい運動になった。よし、ちょっと帰りたいぞ。ここは川上郵便局が、ね、散歩のね、やつでやってるんですね。一時期多かったですよ、これ。数多いよな。西月の方とかにも結構、この授業で作ったから、四日市はね、あの、上の港の、千歳町の港湾周りに、漢方で整備したところとかあって、札とか出てますね。それをまとめたサイトとか、さすがにないだろうな。マニアックすぎて。さあ、ここも、ショーケース。ちょっとランオフエリアが広くていいですね、この辺り、全体的に。トリムコース2900m、まあまああるね。へぇ。あ、さっきの川沿いとかずっとあるって感じか。まあまあ広いね。へぇ。ここは食べ歩き NG になってんだ。へぇ。なるほどね。ああ、そう、食べ歩き系さで、ね、だいぶね、規制がかかってるのは辛いですよね、その手の。旅行客やる身とすると、ダミーの人形か。おお、ワンちゃんは生きてんの。ワンちゃんはアライブね。おお、そして吠えるね。そうだね。うん、なるほどね。おお、そういうギミックか。あ、なんか人いるんだね。うん、ワンちゃんは生きてる。アライブ。ワンちゃんはアライブ。ね、こういうところでもね、歩けばトイレができるんですね。そしてトイレするのトイレ絶対伝説駅が行った方がいいじゃんこれ。もうこれ以外使わないだろうな、このルート。おなんだこれが、だって周知報告だろ。いつまでかかるんだこれ。下手すりゃ夏までやってそうだよね。ただ四つでもこういう動画が増えてくると、いよいよあれですけどね、何のための墨書きかだんだん分からなくなってきますけど、まあ一応地元のそれっぽいところの待ってますからね。で、あ、結構なんか撮ってる。何この時期、つくしか。ただ、この時期だったらもうつくし取れるわ。もう山菜の時期だな。ゼンマイはもう終わってんのかな、そろそろ、時期的には。あれちょっと早いもんな。ゼンマイの方がちょっと早いもんな。さあ、
子供泣きますよ。うんうん、よいしょ。泣いてる泣いてる。何の鳴き声？ウグイスじゃないよな。何なんだろう今の鳥。AI が発達してきたら今の鳥がじゃこの鳴き声の鳥を教えてとかってたら教えてくれるようになりそうですよね。もう相当くなさそうですよね、そういう未来も。これでもやっていいですよね。聞かせて、この音楽の名前を教えてって言ったら教えてくれるとかね。お、またすぐもいる。ここは変電所か。オリエンタ、何屋さん？はあ、遠いね。はあ、よし、次の毛根も防いだ。ちょっと深呼吸、うん、カレーのオリエンタルではないよね、絶対。なんだろう、印刷情報。ああ、なるほど、印刷屋さんか。うちもあれですね。そうそう、久しぶりに、久しぶりとか一回くらいはお布施と思って出してみたいもんですよね。一応同時にサークルっていう形ですからね。あ、そう、この辺りもね、もう本当にここ分かる頃に変わってるのかな。どうなってんのここ、どう行きゃいいの。そこか。なんならそこ伊勢鉄道か。なんやかんや伊勢鉄道の沿線ずっと歩いてんだな。あれ、なんなら駅ある。おじさん疲れたから駅やったらもうこっちでいいやって気になってる。いや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 、これと上野まで行かないと。企画倒れに行くことがあるんだよな。ここは駅はないか。どういうこと？駅はないね。まだここ川口と上野なんだ。広いね。ないね。ないな。あ、じゃあもうこっち、トヨタ上野まで行こう。うん。はあ、はあはあはあ。でも、うん、そこまで悪くない。うわぁ、今ここでスーって行ったトヨタ上野らしいんで、ちょっとオーバーなんですけど全然交差範囲内だね。うん、大丈夫だ。よしよし、じゃあこの太い道をずっと行けばいいみたいだ。よし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 、オッケーオッケー。心が折れるほどではないね。よし、じゃあ行きましょう。ここら辺に一人作ったっていいじゃんと思うけど、そこになんか学校もあるし、まあ必要ないだろうな。何だこれ、何学校。寿司橋でもないよな、これだと。高校っぽいけど、希望的には何がある、この辺りって。で、そこ23号 ?23 号か、そこ。案外の際のとこまでいたんだな。あ、そうだ、あの作業があるもんな。あ、豊洲上の駅には行った、全然20年近く行ってないけど、豊洲上の自体はこの前、2年前に動画撮りましたね、2021年に。あ、それこそあの、例の。明日はまたちゃんとコラボとかっていうので、やった時に通で撮ってるか。
あの動画自体は青いチャンネルでは上げてないのか、あれは緑のチャンネルね、まあ、一応政治活動のね中でね選挙応援のやつだったんでね、あっちの方で上げてたんで、あんまりこっちの方では触れてなかったかもしれないけど、道中の模様とかちょっとお蔵入りになってる動画が多分出た後のはずだけどな。よいしょ、川辺町上野と、ああ、出たー、あ、席を、あ、でもいいんだ、飲み物はあるんだ。で、23号の交差点、この辺りに全部一緒の川辺町上野のあれになってんだな。へえ、広いですね。で、こっからなんていうの、これ川辺町中別府、ダメね、中別府、へえ、ちょっとね、後で調べるとこ、交差点でいうと一席のところですかね、あれ走ってるじゃん、なんか走ってたじゃん、はい、ワークマンがあって、ここはセブンだから、この前その緑のチャンネルでワーギャーワーギャーやってたのこの奥のところですね、ちょっとここからじゃギリギリ見えないかなぐらいのところ、まあ歩いて緊張するわけじゃないですよ、あっちの方でやってたなっていうところで。